いやー、せつのけいすけです。いや、もう前回この声やいよって声かれたん忘れとるみたいになったら、もうやります。出だし最悪。こっちの世界に戻ってきて、まあ武器を手に入れてからこっちの世界に来て、さてこっちに行けば何かあるんだろうかって感じで、ちょっと行ってみよう。イベント来ましたね。今回はさっきみたいには行かないよー。お、いきなり戦闘か。ちょっと待って、いきなり先生。あ、そうか、なんか TP とか言うてドラクエちゃうわ、ファイナルファンタジーみたいにゲージが溜まったら攻撃していけるタイプのやつだったっけ、これ。オッケー、相手の方が早かったってことね。さて、どれになるか。攻撃はこれであって、特技はまだないか、もしかしたら出てこんのかもしれんし、防御エンチャント、エンチャント、エンチャントって何？え、戦闘中に装備変えれるってか、そんなんあるん、もしかして。すごいな、だとしたらすごいな。アイテムは持ってない、買えんかったけんな。これ敵が、あ、不安、憂鬱、孤独。あ、そうじゃそうじゃ、あの説明書にちょっと能力の4すくみがあるんで、ちょっと見させてもらいますね。どれ先に倒すべきか、素早そうなこいつ先に潰しとくか、憂鬱か、不安の攻撃が効く。あ、不安や。あ、でも、なんか属性で、なんか、あ、なんだか書いとんで、よう見たらこれ、憂鬱とか書いとんで、メモいらん。今それやけどメモいらん。とりあえず不安で憂鬱攻撃かける。小さな攻撃、一発。憂鬱撃だったらもう展開が、いろいろ考えなあかんけど、展開があれやな。もしかしたら同じ敵はカットするかもしれんけどね。憂鬱、敵何がある？不安と孤独か。不安が何？おう、不安に強いやつあるで。いけ、心、剣を攻撃、一撃。強いな。敵の攻撃はそんなに食らわんだよね、今のうちは。孤独やな、こいつ。孤独に効くんは、憂鬱。いけ、憂鬱。よっしゃー。さすが最初の戦闘。戦いやすい敵だった。興奮剤とか。そんな危ない、なんか良くない、けしからんような道具置いとくな。興奮剤って、いや、そういう捉え方しよう、俺が危ないんかな。よーし、倒したよ。これなら何度か行けそうですね。とりあえずどこへ行きますか？そうね、カコッコロは私の家にいるみたいだし、昔リサを探そうか。もしかしたら入れ違いでこの頃の家にいるのかもしれないし。私の家は町の南西でしたね。例の光が襲ってくるかもしれないですし、油断せずに行きましょう。ってことはもうこっから出ましょうってことかな。一応こっちも調べ、なんかイベントまたあった。心、ちょっと待って。なんだ、なんか木の実っぽいんを取って、こっちに持ってきて。えへへ、甘そうなイチゴがあったからついつい食べたくなっちゃって。昔の自分の家とはいえ、かっぱらってきよったで、この女の人。歴史変わるぞ。ない、私が食べようとしたイチゴがないとかなってさ、歴史が変わったらどうなるんだよ。まったく、もうシーサさんってば。一応ここは私たちの過去の記憶なんですから、あまり不用意に干渉しない方がいいでしょう。まあまあ、そう固いことを言わないでさ。心も一個食べる？私は甘いものは苦手ですので、遠慮しておきますよ。なんかさっきから心ちゃんって、なんか女の子っぽくないっていうか、ボーイッシュなところどんどん出てくるな。甘いもの苦手とか、どんどんボーイッシュに近づいていけるよ。ボーイッシュ心くんやな。あー、そういえば心って辛いものが好物だったよね。全然見かけ通りじゃなかったな、好みは。辛いもん好きなんじゃ。俺もそうやな。私はどっちかっていうと甘いものの方が好きだけどな。見た目通りの女子力の高さだったな、シリソさんは。人の好物なんてセンサー満滅でしょう。別に私が何を好きでもいいじゃないですか。まあそうなんやけどな。
いやー、心が私と好物が違うっていうのがなんだか変だなと思ってね。まあいいや、先へ進む。お、何？わわわ、何が起こったの？これは？なんこれ？好物の知識とか出てきたんやけど。そういう知識別にいちいちここに出んでもいいやんって思うけどな。どうやらこれも私たちの武器と同じで具現化されたもののようですね。じゃあこれも装備すると私たちの力になるのかな。もともとは記憶の断片ですし、装備とは少し違うんじゃないですか。そうですね、心の中にしまうイメージなら力を得られそうです。ああ、なるほど。なんかすごいな、ほんと世界観っていうんかさ。へえ、差し詰めエンチャントってとこかな。エンチャント、ああさっきのやつがそれだったんだ。なるほどな。まあ名前に関しては深く追求しませんけど、とにかくこの先でも似たようなことがあるかもしれません。積極的に見つけていけば私たちの力になるでしょうね。了解。つまり今みたいに、いまいち事ってきたみたいに過去に干渉すればするほど強くなるんじゃ。なんかすごい、干渉すれば強くはなるんやけど過去に影響を及ぼしまくるみたいな、二律背反みたいな感じになってますね。とりあえずいろいろ調べたら得しますよみたいな感覚なんだろうな。お、好物の知識、エンチャント点が3つつけれるんじゃ。心は辛いものが好き、精神力プラス5、精神耐久プラス3、開始時 AP 上昇。多分精神力っていうのはさ、多分辛いものを食べれるっていう意味でなんだろうな。AP はまあどうでもいいや。次シーリーさんね。シーリーさんもあったよな、これ。シーリーさんは甘いものが好き、精神力プラス6、精神力耐久プラス2で、まあ大体似たようなもんなんだ、数値が違うぐらい。甘いものが好きっていうところに精神力使うんだろうか。むしろ甘いものを我慢するために精神力は使うとは思うんやけどな。まあその点はまあ突っ込まんでおこう。気になったんこれや。なんこれ。魔族と人間が暮らすある日、ある世界。魔族と人間の間に生まれた彼女は、どちらの種族にも馴染めず迫害される日々。なんかすごい世界観えらい違うところに飛んだぞこの話。まあ物語なんだろうかな。かわいそうな彼女は同じ血を持つ彼らから逃げるため一人孤独に旅をする、かわいそうな彼女は長い長い旅をする。誰とも喋らず、誰とも笑わず、誰とも泣かず、誰とも恋せず、ただただ長い長い旅をする。やがて彼女は声をなくし、やがて彼女は姿をなくし、やがて彼女は心をなくし、その体が黒い影に覆われても彼女を包む孤独はひとときとして消えることはなかった。なこれ、何これ。心の章なんちゃらってありましたよ。装備かな。このゲーム忙しいな、意外と。エンチャントか。あ、ちゃうの。え、じゃあ、アイテム欄見て、大事なもの。あ、大事なん。なぜこれを大事に思った。なんかストーリーに関係するようなもんではないような気がするんやけど。あ、読めるんやな。もう一回読む。もういいや、それ。なんなん。黒き影に蝕まれた、ハンマの本。半分魔物、半分人間の人の話、心の章。セルヤルゲル。ようわからんな。なんでこんなんが手に入ったか全然わからん。なんか後々役に立つ。なんこれ。これはシースさんの日記ですね。ちょっと、心ったら勝手に読まないでよ。この時って何書いてたかな。心は見てダメよ。8月。13の日、散歩中に野良猫を発見した。人懐っこく飼ったので撫でて遊ぶ。そのうち飽きてたのか、ぷいと顔を背けてそのまま走って行ってしまった。
猫はわがままで気分屋と言うけれども、そこが可愛いと私は思う。なるほどな。俺もどっち、犬と猫だったら猫派なのよね。なかなか仲良くなれんしな。仲良くなりたい。やはり犬よりも断然猫の方がいい。いつか犬、家で猫を飼いたいと思った。俺もそう思う。猫の方が好きやな俺は。あ、そういえばそんなこともあったな。ん？あ、まだじゃ。まだペットの信念、断然猫が好きやで。おお、なんかまた力が湧いてくるよ。なんかどんなものでも記憶、なんか記憶をたどる、テント入った。記憶をたどるものがでと触れたらさ、何かが能力が増えるみたいな感じになるな。やっぱ戦闘中に帰れるんやな、これ。ペットの信念ってとこ。精神力プラス5とかあるけど、不安ステータ耐性。これ、アニマルセラピーってやつなんだろうな。で、そのまま攻撃に移ると。憂鬱と険悪か。とりあえず憂鬱先潰すか。憂鬱。これか。不安攻撃。ラック。ほら。おわ強いな。序盤は結構弱い敵ばっかなんだろうか。じゃあもう一回不安でこの憂鬱を潰して、憂鬱ギハ。険悪ってやつかと思ったな。険悪ってなんだ。あ、これか。孤独攻撃が効く。よっしゃ、いけ。マジかね、これ弱点ついてだいぶダメージでかいって感じのゲームなんかな。興奮剤って何だったっけ。調べるワンストッタン。不安と憂鬱のステートを回復させる。興奮したらそうなる。不安と憂鬱で興奮したら治るもんなんだ。オッケー、もうちょい進めていこう。回復の必要はなさそうやな。あ、家出たわ。確か心の家に行くんだったな。南東って寄ったけど、なんだ。やだな、今日は太陽が強いせいか、お肌がピリピリするわ。あ、そうっすか。ここの中でも天気とかあるんじゃ。めちゃくちゃリアリティがすごいね。ん？今、誰かいたか。あ、そうか、これ見えてないんじゃ。この人見えてない前提で独り言で喋りよったんじゃ。なんか、よくポケモンとかである。話しかけるタイプとなんか独り言のタイプがごっちゃになるようなんか今のが。ここでも戦闘あるんかい。戦闘なさそうなところで戦闘起きるな。心ってなんかさ、気まぐれなんやな。不安と孤独か。とりあえず不安潰そう。剣悪、これ剣悪って読むか。剣をなんかな、どっちだろう。まあいいや、不安潰し。よし、なんか始めた。時計で AP の増加が早なるけど、まあ遅い、そんなん遅いわって感じやな。これは孤独だろ。孤独に効くんは憂鬱。いけ、いい感じやん。当分回復アイテムはいりそうじゃないな。てかこれセーブポイントをいかんかったらセーブできんゲームだったな。やば、どっかでセーブできんかな。